皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画は新型トヨタクラウンスポーツの実車を見てきましたという動画をお届けしたいと思います。すでにですね、このクラウンスポーツの実車動画いっぱいいろんな方が出していると思うんですけれども、私は長年レクサス車を乗り継いできたレクサスオーナー目線として、そして私の実の弟がですね、レクサス RX350 の抽選に外れてしまって、その当時からもうクラウンスポーツに切り替えるという宣言をしていたのですが、この度ですね、無事にクラウンスポーツのハイブリッドを契約することができ、そして早ければ年内には納車されるということだったので、今後もクラウンスポーツ実車含めて登場するかなと思いまして、そして何よりも私自身すごい気になってた1台だったのでお届けしていきたいと思います。今回の車はですね、エモーショナルレッドのボディカラーにこちらのサンドブラウンの内装の仕様となっておりますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。今回撮影にご協力いただいたのはトヨタユナイテッド静岡草薙店さんです。最近ですね、リニューアルオープンして大改装を行ったんですけど、もう駐車場もとんでもない広さですし、展示スペース、まあ、そして店内エリアもすごいので、ぜひ一回訪れてみていただきたいんですが、当日ですね、ちょっと夕方にお伺いしたところ、このように納車ブースの中に展示してありました。このクラウンスポーツ早速見ていきたいと思います。いや、しかしですね、実物本当にほぼほぼ初めてで見てるんですけれども、めちゃくちゃかっこよかったですね。こちらのクラウンスポーツは割と早いうちからメディアに露出していたというところもあって、デザインそのものはよく理解はしていました。気になっていたりとか、いいなーって実車を見ずに思っていた一つとしては、やっぱりこの外装のクオリティの高さですよね。細部までしっかり塗装も行き届いてますし、デザインも気になるとこほとんどないですよね。いつも質感がとかって言ってるレクサスオーナーうるさい系からすると、本当ミラーぐらいですかね。まあ、ミラーのね、真ん中が樹脂なのとか全然いいんですけど、このミラーの付け根の部分、ここがなんかね、尋常じゃなく安っぽいプラモデルみたいな素材だったのが普段の車とも違うので、そこはまあちょっと気になるんですけど、逆に全体を通してもここしかなかったですね。他の部分とか割とネットで言われてると思うんですけど、まあ、レクサスオーナー目線から見ても、え、良くないって思う印象しかなかったですね。フロントのこのダミーダクトみたいなデザインの部分もしっかりバッチリ塗装されていますし、ロアのこのね、バンパーの部分っていうんですか、このあたりも全部塗装されています。塗装されていなかったのは、そのちょっと上のところのグリルみたいな部分ですよね。ここがまあ無塗装樹脂なんですけど、なんかそこを見たから決して安っぽく感じるっていう部分もなくて、まあ、むしろ全体で本当にここぐらいですか。それ以外は塗装面かグロスブラックされてるところがほとんどなので、まあ、とにかくすごくいいなという印象を受けてしまいました。新しいクラウンのロゴも結構かっこいいですよね。ここにエンブレムが貼っ付いてる新しいレクサスの LBX とかってあんまりちょっとしっくりきてないんですけど、このクラウンスポーツに関しては割とすんなり受け入れられて、純粋にかっこいいなと思いました。ライトをつけてみるとこんな感じですね。本来のヘッドランプはこの下のフォグランプみたいな丸いところになるので、車撮影あるあるなんですけど、この高さで構えるとヘッドランプ眩しくて見づらかったり反射したりするんですけど、それがなかったので、単純にこう照らす範囲が少し通常の車より低めなのかなと感じました。そしてウインカーをつけてみるとこんな感じですね。いや、やっぱ存在感ありますよね。私みたいに自分で買うつもりじゃなくて、ちょっとライトに見てた人間からすると、この字型のランプなのかなと思ってたんですが、厳密に言うとこう2段構えのランプになっています。で、そこが反転式になってウインカーになるんですけど、これなら視認性抜群ですよね。いや、だし何よりもかっこいいなと思いましたね。これは実車見ると欲しくなるやつです。さあ、そしてリアデザイン見ていきましょう。こちらもですね、もう本当に文句なしにかっこいいなと思いました。すごいですよね、サイドの張り出しが。NX もこのリアの部分のですね、なんて言うんですか、お尻の部分、タイヤの上の部分のフェンダーが張り出してるのがかっこいいなんて言ってますけど、 GR ヤリス並みにですね、もう極端にドンと出てるところがすごいずっしり感があってかっこいいなと思いました。ちょっとね、ランプつけた状態とかしか撮ってきてないんですけれども、いかがでしょう。すごく質感高くないでしょうか。ウィンカーをつけるとこんな感じです。まあ、ウィンカーはね、正直ちょっと映像とかで見るとちっちゃいなと、フロントに比べてだいぶ存在感弱めかなと思ったんですが、輝度はそれなりに確保されていたので、まあ、視認性がどうとかって言われることはないんじゃないかなと思いました。いや、もう全般的に塗装されてて、ほら、無塗装の部分一箇所もないですよね。まあ、それにバックランプとかリアフォグが入るところのランプもね、まあ、素晴らしい配置になってるんじゃないかなと思いましたね。街中走ってたら確実に目を引くんじゃないかなと思いました。かっこいい。リアビューにおいてはですね、レクサスオーナーとしてもなんかやっぱ羨ましいなって思うとこ多々ありますね。まずやっぱこう全体的に無塗装樹脂が使われてないっていうところが、この都市型 SUV というキャラには私はすごく合ってると思っています。
この部分もしっかりグロスブラックですよね。あとはこのロングタイプのハイマウントストップランプ、超羨ましいです。新型ハリアで採用されて、その後ね、発表された NX 絶対来るだろう。いや、NX 来なかったけど RX 来るだろうって結局来なかったっていう、これ。絶対一文字テールとの相性いいと思うんですけどね。こちらのクラウンと大きく書いてあるのもデザインとしてとても溶け込んでると思いますし、結構話題になってたコンパクトなトヨタマーク、これもなんか主張しすぎずいい感じでしたね。そして何よりも驚きだったのはですね、レクサスですら行われてないここのですね、ダミーダクトの部分の塗装、これがクラウンでは行われてたのがびっくりでした。まあ下のところももちろんブラック塗装ですから、まあわざわざエアロをつけなくてもこれで十分文句なしですよね。こういった部分についてはレクサスオーナーとしても素直に羨ましいなと感じました。そしてサイドビューも見ていきましょう。今話していたですね、グロスブラックで質感高くまとまっているというのはサイドのラインにもしっかり現れていると思います。いかがでしょうか。やっぱりね、このタイヤハウスの上のフェンダーアーチモール、ここがブラックであることは私全然ありだと思ってます。同色じゃなくてもいいと思ってるんですが、こういうタイプのグロスブラックだからこそ、まあ、質感高くコストかかってるな、いい車乗ってるなって感じれる部分の一つなんじゃないかと思っていたんですが、実車を見るとやっぱりそれは間違ってなかったなと感じました。これで純正ですからね。最近のレクサスの SUV だと特にサイドにおいてはですね、エアロをつけて、まあ、形変わらずにグロスブラックにするみたいなことが主流になってきちゃってるので、素材を変えるだけのためにエアロではなくて形の変化も楽しめるエアロということで、まあ、商品設定はしてもらいたいなというのを改めて今回強く感じました。そしてレクサスとの大きな違いという点ではやっぱりこのドアノブの鍵ですよね。鍵穴、これがむき出しになってるというのはちょっとやっぱり高級感に欠けるなというところがあったので、少し残念だったかなというところと、リアドアでは鍵を開けることができない、ロックをすることができないというのも差別化が図られていました。そしてやっぱりなんといってもですね、一番驚いたのはやっぱりこのホイール、タイヤサイズですね。私もやっと覚えてそのまま普通に喋れるようになりました。23545R21 ということで、レクサス NX では235-50 の R20、RX では235-50 の R21 が採用されているので、NX よりもインチサイズが大きく、そして RX とは同じインチサイズなんですけども、タイヤはより薄くなっているということが私でもわかりました。いやー、それにしても存在感があってすごかったです。そして注目すべきはインテリアカラーサンドブラウンですよね。まあ、割とその先行で見られた方たちはブラック内装を見てる方が多くて、やっぱりいまいちだなみたいな反応されてる方がなんとなく多いような印象を受けたんですけど、私はですねこのサンドブラウンで見たカラーなのか全然良かったですね。590万円でメーカーオプションほぼほぼフルオプション込みのこれ価格だったら全然良くないって思えるようなクオリティだったと思います。ウィンドウスイッチパネル周りのあたりもですね、なんかこうキラキラのラメが入っていて、ちょっと指紋が目立ちにくいようなパネルを使っていました。ドアポケット近辺の合成比較もですね、手触り良かったですし、色味も綺麗でした。カーテシランプもしっかりついていますね。ちゃんとサイドシルも覆われているので、ズボンの裾とかが汚れることはないし、スカーフプレートとかもしっかりついています。運転席前傾はこんな感じですね。ステアリングとかメーター、ナビ周りとか基本設計もしくはデザインは先行して発売しているクラウンクロスオーバーとほぼ同一ということなんですが、私もですねクラウンクロスオーバーってオリバさんが乗っているホワイト内装をメインで見ているので、その頃からそんなに悪い印象なかったんですよね。まあ、特に今回のクラウンスポーツはすごい良かったです。クラウンという名前もついてるのもあってね、 RX でも F スポーツだとつけてくれないこの助手席シートの移動スイッチとかもちゃんとついてるあたりも最高ですね。これめちゃくちゃ使うんですよ。結構便利です。スポーティーな外装にこういったラグジュアリー要素が入ってるっていうところがたまらないですよね。サイドの2パッドから続くこのラインもブラウンで非常におしゃれですし、カッパーのボタンもかっこよかったですが、中の容量は少なめに感じましたね。ステアリングの形状については木目パネルやタッチトレーサーオペレーションついていないだけで新型ベルファイアと一緒だなと感じました。レザーの手触りは悪くなかったですが、レクサスとの差は感じたなと思います。スイッチ類としてはですね、この分かりやすいところに AC100V のスイッチがあるのが非常に助かりますね。 ETC カードについても当たり前のようにビルトイン式なのはとっても嬉しいポイントだなと思いました。ステアリングはもちろん電動に対応しているということで、このあたりも高級車線としてていいなと思いました。ナビゲーションは 12.3 インチということでレクサスの14インチに及びませんが、こちらのようにですねエアコンの操作形態が全部物理スイッチにまとめられているので、実際の表示領域はですね拡大表示した地図とか、あとテレビとかの一部メディアを見るとき以外は一緒なんですよね。なのでこれでも十分なんじゃないかなと思いましたし、ベンチレーションがあるのはさすがだなと思いました。形がちょっと特殊な置くだけ充電とかですね、タイプ C ケーブルがこの手前のところのドリンクホルダーに干渉しそうとか、ユーティリティでちょっとどうなのかなって思うところありましたが、このですね、ラメの塗装みたくなってるところ、グロスブラックと違って指紋つかなくてすごいいい感じでしたね。全般的に質感良かったです。
そしてセンターコンソールからこの助手席前のダッシュボードにかけてのデザインですか、これはね個人的にすごく良かったなと思いました。なんか NX のデザインと RX のデザインが混ざったような感じって言えばレクサスオーナーさんには伝わりますかね。こう色のついたレーザーが助手席の方までぐーっと伸びていくのは非常に綺麗でしたし、ドアトリム側もですね助手席側アシンメトリーで色がついているので、ドアを閉めると綺麗にくっつくような印象になっているようです。なんかこのムラがあるような皮を染めたような色合いになっているこの茶色すごく良かったですね。色味的にはレクサス NX で採用されているヘーゼル、これに結構近いと思いました。あまり鮮やかではない、でも昔のトパーツブラウンよりはちゃんと色が入っているっていう、まあ、そんな感じでしたね。思ったよりも赤ちゃけてるような感じもないです。残念ながら助手席については 4way パワーシートなので、ランバーサポートだけでなくてシートリフターの機能もついていません。そして SNS 上ではですね NX よりも狭いと言われている後席も見ていきましょう。レザーの範囲がですね広く、運転席側の場合でも茶色がついているというところもあって安っぽさは全然感じなかったですね。でパッと見て覗き込んだ時もやっぱ天井の高さがちょっと気になるというか、まあ、低い車だなって感じる部分はありましたけれども、まあ、シートのねリクライニングができなかったことの方がちょっと気になりましたかね。これリクライニングあるのかなってちょっと試していたら結果を倒しちゃったっていうオチなんですけれども、まあ、手動で倒すことはでき、まあ、そして起こすこともできますが、奥のスイッチを触ってもリクライニングは一切できなかったというような感じになります。で現在このシートはですね、私の身長170センチぐらいに対して、まあ、ドライビングポジションをセットした場合に座ってみた、これがその映像になるんですけれども、私も現在 NX を降りてしまって RX に乗ってるので、 RX と比べるとも明らかに膝前ですね、シートとの距離が近いっていうところは感じます。ただ NX と比べた時にってところでいくと、 NX もこのシートの下に足が入るから全然座れるなみたいな印象だったので、そこと比べると劇的に違うっていう感じはしなかったんですよね。でただ左側ですね、助手席を結構後ろに下げてこうゆったりしたポジションにしたところでやってみると、まあ、かなり迫ってくる感じですよね。 NX ってシート一番後ろに下げてもここまで圧迫しなかったような気もするんですが、まあ、このあたりはですね毎日乗ってるオーナーさんの方が間違いなく違いは分かってると思うので、見比べたよっていう方ぜひまたコメントなので教えてください。シートヒーターないのもちょっと残念でしたかね。さあそして一番大きな NX の差と言えるところはやっぱりラゲッジだと思いますね。私の目から見てもやっぱりちっちゃい狭いなというところがありました。まあ、特にですねこの張り出している部分ありますね、サイドのここが邪魔していて、横向きの荷物の、まあ、乗せれる量が、まあ、少ないかなというところと、縦方向も決して NX もすごくいっぱい入るわけじゃないんですけど、改めてですね加藤さんはじめとする開発陣が NX ラゲッジこだわったぞっていうのがもうその通りだったんだなって分かりました。まあこのあたりはスタイル優先ということなので仕方がないんでしょう。まあそしてトノカバーについては NX 同様格納式っぽいのがついているんですけれども、このラゲッジアンダーのところにはですねしまえそうな場所がちょっと見つけられませんでした。そしてロックボタンについてはレクサスと同様ですね、通常の電動テールボタンだけじゃなくてロックボタン、まあおそらく離れればですねウォークアウェイで閉まってくれるボタンもあったので、このあたりの利便性もバッチリですね。新型トヨタクラウンスポーツの実車についてレクサスオーナー目線で見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。いや本当ですね、ずっと褒めてばっかりしかいないと思うんですけれども、そのぐらい突っ込みどころがなかったですね。まあ車っていうのはですねインテリアとエクステリアだけでは測れないというところ、私も最近いろいろと痛感しております。おりますがやっぱりそこが良くないと、そもそも日々の、まあ、所有満足度っていうんですかね、こういったところにはやっぱプラスになってこないので、大前提かっこいい、見た目が好き、内装が素晴らしい、落ち着く、こういったところの要素という点でおいてはですね、この新型クラウンスポーツむちゃくちゃいい車なんだなっていうことを改めて感じました。これはね売れると思います。まあ売れると思いますが、冷静になるとこちらのクラウンスポーツハイブリッド4駆固定になっているんですけれども、お値段590万円からということになっています。比較されがちなレクサス NX、まあ、全く同じ 2.5 リッターのハイブリッドの4駆でオプションを同等につけていくと、だいたい80万円ぐらい高い、600万円台後半ぐらいになってきます。まあ、なんで乗り出し700万超えないぐらいですよね。弟が買った見積もり書を見るとトータルでも乗り出し620万円前後ぐらいでしたので、その80万円の差で、まあ、よりまあボディがね少し大きくなったり居住性が上がったり、まあ、そもそも見た目内装の好みの違い、レクサスオーナーとしてのメリット、そういったところでまあ変わってくると思いますが、一番差別化をされると思われるのはやっぱ走りの部分ですよね。クラウンスポーツもスポーツという名をね冠しているだけあって、
て、より走りはですね頑張ってるんじゃないかなと思いますし、個人的には日々の使い勝手で影響する DRS 後輪ソーダがついてるんで、小回りはこっちの方が効くとかねあると思うんですけど、燃料がですねハリアーとかラブ4と同じで、こっちはレギュラーレクサス NX ハイオクということで、このパターンのエンジンで出力明確に違うと言われてます。まあこのあたりや、まあ、静粛性、走りの質、そういったところでどこまで違いが素人でもわかるのか、試乗が開始したらですねまたチェックさせていただけるということなので、その時はまた動画にしてお届けしたいなと思います。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。